本日は4名の皆様にお越しいただきました。どうぞ改めて大きな拍手でお迎えください。ありがとうございます。それでは早速ですけれども、本作をご覧になられたばかりの皆様にご挨拶をいただければと思います。私よりお一方ずつご紹介させていただきます。まずは主人公角谷美智を演じられました倍賞千恵子さんです。皆さんこんにちは、倍賞千恵子です。今日はこんなにたくさんの皆さんに来ていただいてとっても嬉しく思っております。よろしくお願いします。ありがとうございます。続きましてプラン75に携わる市役所職員岡部博夢を演じられました磯村勇斗さんです。磯村です。昨日公開を迎えまして、今日は舞台挨拶ということでたくさんの方に集まっていただき本当に嬉しく思います。短い時間ですけれども、本日はよろしくお願いいたします。ありがとうございます。続きましてプラン75の関連施設で働くマリアを演じられましたステファニー・マリア・アリアンさんです。こんにちは、皆さん、ステファニー・アリアンと申します。みんな本当にありがとうございます。ムラミン・サラマッポ。日本語でのご挨拶ありがとうございます。またいろいろとお話をお聞きしていきますが、その時は通訳野村よし子さんによろしくお願いいたします。そしてお待たせいたしました。最後に本作の脚本監督を務められました早川千恵監督です。こんにちは。皆さんこんなに集まっていただいて本当に嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは皆様どうぞ椅子の方におかけください。またマスコミの皆様はここからはフラッシュなしの撮影でよろしくお願いいたします。ということで皆様にはですね、まずは昨日初日公開おめでとうございます。そして皆様に素敵なニュースをお届けさせていただきたいと思います。実は日本だけではなく様々な国での上映が決まりました。フランスは9月の7日、またイタリア、ベルギー、オランダ、ルクセンブルグ、中国、シンガポール、タイ、台湾、フィリピン、そしてカルロビバリというチェコの映画祭での出品も決まりました。こちらもおめでとうございます。まず倍賞さん、このように本日、初日から明けて2日目、たくさんのお客さんが来てくださって、海外でもショーがいろいろとこのように上映も決まりましたが、今のお気持ちはいかがでしょうか。びっくりしてます。本当にいろんな国で上映されることになったんですね。よかったね監督。よかったね。よかったね。すごく嬉しく思っております。ありがとうございます。磯村さんはいかがですか、気持ち。そう、もうとても嬉しいことですね。やっぱり日本の作品がこういったテーマ性を持っていながらも、やっぱ海外にね、しっかりと届くことができるというのはとてもありがたいことですし、本当にこういう作品がどんどんやっぱ増えていくといいなと思いましたね。ありがとうございます。ステファニーさんいかがでしょう。I'm really, really surprised and very happy and thankful that we get to have a Filipino-Japanese film shown all over the world. It's a really great representation for Hollywood and for us Asians. I'm really happy for us and for everyone as well. So thank you. すごい驚いていますし、嬉しいですし、本当皆さんにお礼を言いたいです。こうやってフィリピンとあと日本のこの共作っていうのが世界中で見てもらえること、で日本の、文化を知ってもらえること、本当共演者の皆さん、監督にも、嬉しく思います。ありがとうございますと言いたいです。ありがとうございます。そして監督、お気持ちいかがでしょうか。先月。カンヌ映画祭で上映した時にやっぱりものすごく反響が大きくって、いろんな国の方から感想をいただいたり取材をいただいたりして、この映画の力というのをすごく感じていたので、もっと多くの国に広がっていくといいなというふうに思っています。ありがとうございます。ということで改めておめでとうございます。さて倍賞さん、はい、本作についてお伺いしたいんですけれども、はい、倍賞さんは最初脚本を読んだ時はこのプラン75なんてひどい制度なんだと思われたとお聞きしておりましたが、はい、脚本読まれていかがでしたか？改めて本当に出だし読んだ時ひどいと思いました。でも読んでいくうちになんかどんどん惹かれていって、私自身もその頃生きることとか死ぬことって随分考えたりしてたので、一度監督さんとお会いしたいっていうのでお会いしていろんなお話をしていくうちになんかとってもだんだん分かってきて、ひどいっていうことよりもその角谷道さんの生き方に私は惹かれていって。プラン75に引き込まれながらもやっぱり自分の命はいただいた命を大切にしなきゃいけないっていうところにとっても惹かれて、今日は見てね、今日皆さん見ていただいて、はい、もう見ていただいて後なのでもうネタバレ大丈夫でございます。じゃあ大丈夫ですね。大丈夫です。もうご安心くださいませ。私ね、一番最後のラストシーンに惹かれてこのお仕事を引き受けさせていただいたんですね。ずっと最初の頃読んでいたまんまだったらきっと私はお引き受けできなかったと思うんですけども、ラストシーンに行った時に道がいろんなものを決められたところに自分が行かなくて、そこをマスクを外すところからもうとっても惹かれて、その生きることをこの道さんは大切にしてるんだな、天からいただいた命を全うして生きる人なんだなっていうことにもとっても惹かれて。それで引き受けさせていただきました。はい、ありがとうございます。私もラストシーン本当に印象深くて大好きなんですけど、皆さん改めて本作いかがでしたでしょうか。ね、優しい、ありがとうございます。いいでしょうか。もちろんです。台本ではあそこのシーンって風がバーッと吹いてて、それに向かっていくっていう感じだったんですよね。そうですね。うん、でも風が吹かなかったんです。でも風が吹かなくてもものすごいとっても素敵な夕焼けがね、もう山の中がシーンってなっちゃうくらいもう夕焼けが素敵で、それをもうスタッフ全員でずっとあれ結構長いんです。本当は随分カットなさったんでしょ。かなり長い間回してましたね。そうですね、はい、でもとってもすごい素敵な夕焼けでね、風がなくても私はこれで人生これからもまだ生きていけるなと思いました。はい。ありがとうございます。とてもいいお話を聞かせていただきました。そして早川監督、ね、今回たくさんのメディアの取材を受けられましたけれども、はい、今回インタビュアーの方からもそれこそラストシーンだけでなくいろんな感想が寄せられたのではないでしょうか。そうですね。本当にたくさんの取材をしていただいていただいたんですけれども、面白いなと思ったのが、皆さんお会いして質問そっちのけでまず自分がどう思ったかとか、その感想をすごく熱く語られる方が多くって、それがとても嬉しかったですね。うん、それだけ何か人と話したくなるような映画だったのかなと思いました。ありがとうございます。いや、本当にまさにこの後皆さんもどなたかとお話しされたくなるんじゃないかなと思うんですけど、磯村さんはヒロムを演じる上でいろいろと大切にされたことっておありでしたか？そうですね、ヒロムはすごくおじさんに会ってから変化していく人物ではあるんですけれども、その場のその現場で生まれるものをそこでどう自分が感じるのかっていうところを今回とても大切にしようかなと思ってましたね。特に高尾貴さんとのそのおじさんとのシーンは事前に高尾さんがちょっと話すのやめようっておっしゃってくださったんですよね。距離を持ってた方がいいよな俺たちっていう話から始まって撮影が始まったので、なんかそこに生まれるものを感じながら撮影をやっていったら、きっとヒロムっていうのが自分の中でも見えてくるだろうなとも思ったりもしたので、その現場で生まれるものを特に今回は大切にしましたね。早川監督ともいろいろとお話はこうされたというふうにもお伺いしてますが。はい、そうですね、そのシーンごとに始まる前にちょっとここのヒロムの気持ちはどんな感じかなっていうところを監督とお話ししたり、あとは、特に病院のベッドのシーンで、そのおじさんが、ね、亡くなったっていうのを確認してからどういうふうな仕草になるのかっていうところは監督自身も実際にこうアクションしながら、考えたので、なんかそこのすごくこう寄り添っていただきながらヒロムという人物を作って、そしてこの作品を一緒になんか作り上げていったんだなっていうふうに思ってますね。ありがとうございます。そしてステファニーさんは監督が生きるという気持ちが強いキャラクターだとおっしゃってらっしゃいましたけども、ステファニーさんご自身は早川監督の現場の下を演じられてみて、どんなお気持ちでいらっしゃいましたか。Thank you so much for your question. Playing Maria is very close to my heart, and I'm very thankful to our director, Chie, for guiding me really well on how to play her, and also listening to how my culture is and giving respect to that culture. And it's really great playing Maria as a representative of the Filipino culture and the overseas Filipino workers all over the world, and especially in Japan, because she's naturally kind-hearted and she's very persistent in her life, especially for her loved ones. And so that's why I really enjoyed it, and it's really great to be able to, you know, like have a scene with Hayato Isumura as well. So it's very amazing, and of course to meet Miss Chie Gobaisho. So it's really great. It's such an honor to be Maria for Plan 75. So thank you so much. すごいマリアという役は私にとってもすごい大切な役で、監督にはうまく演じられるように導いてくれてガイドしてくれて本当に感謝しています。で、私の文化について詳しくいろいろと聞いてくれましたし、その文化を尊重してくれたことにも嬉しく思いました。で、フィリピン人もしくは世界中で働いているフィリピンの方々を代表してこういう役を演じられたっていうのは本当に貴重な経験だと思っています。マリアという役女性というのは本当に心から優しくて、愛する人を守るために、自分の意思を貫くという、心の強い女性なので、そういう女性を演じられて本当にありがたいと思います。で、磯村さんとの共演もできましたし、倍賞千恵子さんとも、お会いすることができたので、このような役をもらえて本当に監督には感謝したいと思います。ありがとうございます。ということで本当に皆様には貴重なお話を聞かせていただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。ということでもうお時間が迫ってきてしまいましたので、フォトセッションに移りたいと思うのですがここで今月29日にお誕生日を迎えられます倍賞さんに早川監督から花束のプレゼントです。実はサプライズです。倍賞さん、おめでとうございます。本当にありがとうございました。おめでとうございます。倍賞さん、はい、サプライズでございましたが、お気持ちいかがでしょうか。本当にびっくりして、ありがとうございます。本当はこれ監督に差し上げなきゃいけないんじゃないかなとカメラドームの、ね、特別賞をいただいて本当におめでとうございます。いえ、こちらこそ。ちなみに私は今月の6月の29日で81になります。これからも、精進してまいります。どうぞよろしくお願いします。今日はありがとうございました。すみません。ありがとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。ということで、それでは無事受け取っていただきましたので、フォトセッションに移りたいと思います。はい、ありがとうございます。これで、これにてフォトセッション終了となります。ご協力ありがとうございました。ありがとうございました。それでは最後になりました。皆さんを代表して早川監督から、皆様にメッセージをいただきたいと思います。監督、それではよろしくお願いします。はい、もう作品を見ていただいた皆様ということで、たくさん余白のある映画だったと思うんですね。なので自由に受け取って止めていただいて、これから一緒に見た方といろいろお話ししていただけたらいいなと思います。で、この映画もしお好きになっていただいたら他の方にも勧めていただけたらとても嬉しいです。本当にありがとうございました。ありがとうございました。これにて舞台挨拶終了させていただきます。監督、キャストの皆様をどうぞ大きな拍手でお見送りください。